そろそろね、知らないって人も、はい、結構話したの、最近はまだ話してなかったんで、はい、その標準ルートの追加として入門と発展っていうルートがあるんですよ、はい、標準ルートがあって入門と発展みたいな、うん、そう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 、はいはい、武田塾チャンネル。もう入試本番ですよ、中森先生。始まっちゃいましたね、はい、もう僕はもうセンター大失敗してもうめちゃめちゃこの時期落ち込んでましたから、はい、もうそれでもやっぱ自分を信じて、うん、今まで教えてくれた先生方を信じて僕は最後まで入試突っ切りました、うん、そしたらうまくいったんで、はい、そういうわけでね、もしなんか直前期だけどね、なんか悩んでることとか相談したことあったらね、はい、もう本当にギリギリだけどぜひ相談してくれればと思いますので、はい、そんな受験生の悩みに答える番組は受験相談 SOS。宮田先生、はい、今回の質問あるんですか。はい、今回の質問は、地方級帝大志望の2年生、はい、理系ですね、はいはい、で進めるルートとして日大やマーチや総計のレベルは全て入門などはやらないで標準だけでいいのですか。はい、そうですね、これもよく来ますね。そうですね、よくありますね、はい、結構何回か話してんだけど、そろそろね、知らないって人も、はい、結構話したの、最近はまだ話してなかったんで、はい、ちょっとみんな忘れてるかなと思うので話しようかと思うんですけど、お願いします。まあ、武田塾のルートにはですね、はい、標準ルートっていうのがまずあって、標準、はい、その標準ルートの追加として入門と発展っていうルートがあるんですよ、はい、標準ルートがあって入門と発展みたいな、そう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 、はい、でこれは例えば日大っていう、日大レベルっていうのは基本的に日大標準レベルのことを指すんですけど、はい、それと同じ日大の入門レベルと日大の発展レベルとかが科目によってあったりするわけなんですね、はい、でこの立ち位置はっていうと、日大入門、つまり入門レベルですね、これはその標準レベルの参考書やってみたらきついとか、はいはいはい、ちょっといきなり入るの厳しそうだなっていう場合にワンクッション入れた時にやるものですね。ちょっとまだ難しいって感じた時に、はい、行くもの、割とマーチでこれは結構そうなるケースが多いかな、はい、マーチの参考に入ってみたらこれ辛いぞって、マーチの標準じゃなくて入門に下げようみたいなケースが出たりするんですね、はい、で発展は標準の参考書が終わった後にその次の参考書何やろうかって時に、はい、上のレベル行くんじゃなくてもうそのレベルもう一冊固めたいなっていう、はいはいはい、例えば自分はやっぱりマーチ志望で、はい、マーチの参考書終わったから次総計レベルでそのルート通り行ったら行くんだけど、総計別に志望じゃないからマーチをもっと固めたいなって時にマーチの発展に行くっていう感じですね、うん、だから要はレベル上げないで同じレベルでより手厚くとか量をこなすためにやるような、うん、はい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 、ね、はい、そのレベルを固めたいなって時はじゃあ発展に行けばいいという、はいはいはい、なので先に進みたいなら標準だけをやればいいと、はい、だけど標準入ってみて辛かったら入門やって、はい、その標準の追加でもう一回同じレベルぐらいにやりたかったら発展やるっていうのが武田塾の基本的なルートの使い方ですね。そうですね、はい、この質問の方がまあどれくらいなのかっていうのが、うん、多分重要になってくるのかなと思うんですが、うん、まあ、地方級帝大志望っていうことなんで、はい、まあ、おそらく総計レベルまでやらなきゃいけないとは思うんで、はい、ね、まあ、例えば2年生で今ここの3年生になるってことで、例えば今の時でもマーチ入ってるとかの状況だったら、はい、まあ、総計の標準終わった後発展やったりとか時間あるかもなっていう、ちょっと固めてっていう、うん、はい、だから逆にその時間なかったら、まあ、例えばその総計の標準もなんとか終わってあとは過去問しかないみたいな形になっちゃうとも思うんで、まあ、そこはね、状況に応じてってことで、基本的には標準さえ終われば OK です。はい、この方はじゃあ総計の標準までやっとけばまあいいかなという、まあレベル、まあその辺は大学別対策動画の方見てもらってってことですかね、はい、そうですね、うん、ありますからね、はい、たくさん、はい、なので、まあ、まあそうですね、そこまでを基準にまずやってもらえればとは思います、はい、なので、日本と発展は必要であればやってくださいってことですね、はい、はい、それでは今回は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。